アブドラップマンスール・ハーディは、イエメンの軍人、政治家。2012年より、同国大統領を務めているが、2015年3月現在、口述の通りその地位をめぐって、反政府勢力、風刺との間で論争が起こっている状態である。副大統領、国防大臣などの要職を歴任した。軍における階級は少々。名前は、アブドト・ラブ・マンスール・ハディ。 アブット・ロバ・マンスア・ハディ、アブ・ドゥ・ラブ・マンスア・ハディと様々に綴られる。1945年、アビアン県に生まれる。1970年に南イエメン軍に入隊し、4年間ソビエト連邦で軍事式を学ぶ。1980年代には、イエメン社会党の指導者で、当時の南イエメン大統領、アリナセル・ムハンマドの側近であり、彼が、 国内の権力闘争に敗れて、北イエメンに逃れた際も行動を伴いにしてる。1990年代前半に少々となった。1994年5月より国防大臣を務める。イエメン内戦において、南側のアリー・サーレム・アルビード副大統領が敗北し、サーレ派が公認として、ハーディを指名、1994年10月3日に就任した。 2011年イエメン騒乱において、大統領府内のモスクで起こった爆発で、アリアブドラー・サーレハ大統領が負傷し、サウジアラビアにおいて、治療を受けている間の2011年6月4日から9月23日まで、大統領代行を務めた。その後、サーレハが11月23日に、刑事訴追の免除と身の安全が保障されることを条件に、 大統領権限をハーディへ30日以内に、移譲する調停案に署名したことから、12月23日より、暫定政権を率いている。12月10日には、挙国一致内閣が発足し、2012年2月21日に行われた、大統領選挙には、ハーディただ一人が立候補、99.8%の得票を得て当選し、25日に、 就任の宣誓を行った。ところが、その後ハーディーと対立したサーレイ派前大統領が北部を拠点とするザイドハミンペイ組織風シと連携。風シが首都を制圧し、南京状態となり、事実上風シの区靴と化していた。そして2015年1月22日、新憲法の内容をめぐり政府と対立していた風シが大統領官邸や、 国営放送局を占拠したことを受けて政権運営が行き詰まったことを理由に大統領の辞職を表明したものの2月6日にフー刺が政権掌握を宣言し議会を強制的に解散したため大統領の辞任に必要な議会の承認を得られずハーディの辞意は宙に浮く形となった同時にムハンマド・アリアルフー刺が革命委員会委員長となり 暫定統治開始を宣言したが、2月21日になってハーディーは辞意を撤回し、国際社会に対しても風刺によるクーデターを承認しないよう求めた。同月、ハーディーは暫定首都と定めたアデンに逃れたが、3月末には風刺がアデンに迫ったことを受け、アデン港からボートでリアドに脱出した。風刺派テレビ局によると2000万イエメンリアルの 報奨金がかけられているという。3月26日から、ハーディを支持するサウジアラビア主導のスンニ派、諸国連合軍が、ハーディから軍事介入への要請があったとして、イエメンに空爆を開始した。背景には、風刺を支援していると見られるイランへの警戒があると、され、連合軍には、アラブ首長国連邦、クウェート、バーレーン、カタール、ヨルダン、モロッコ、スーダン、 エジプト、セネガル、パキスタンなどが参加したほか、アメリカ軍も広報支援などを行ったとされる。3月28日からエジプトで開かれたアラブ連盟首脳会議には、ハーディーが大統領として参加した。2015年7月14日にはハーディー派がアデン国際空港を奪還し、9月には亡命先からアデンへ戻ったものの、首都サルワは風刺の統治下にある。 2015年2月6日以降、反政府勢力が政権を掌握したが、ハーディは同年1月22日の辞意表明を2月21日に撤回し、論争が続いている。ありがとうございます。